5番織田信成さん日本。さあメダルウィナーズオープン2015、残すところあと2人です。いよいよ日本の織田信成選手が登場しました。初めてご自身の演技を解説していただきます。織田さんの表情、鈴木さんどうですか。いや、緊張感がある中でも集中したいい表情ですね。織田さん緊張しているように見えますけど。緊張してます。曲はアディオスノニーノ。最初4回転ですよね。はい。さあ勝負の4回。素晴らしい。見事4回転トーループ、3回転トーループ。ここでもだいぶ今浮き足立ってますね。あ、決まったんで、あ、次ちゃんとやらないとっていうことばっかり考えてます。ちょっと降りた時に壁にぶつかるかなと思ってちょっと避けてしまいました。トリプルアクセル。スピンの回転のポジション、そして速さ、素晴らしいですね。ああ、これもスピードがあります。ポジションを明確に素早く取るということも、レベルを明確にするという意味では非常に大切なことになってくるので、まあ、でも鈴木さんね、手の動き、キレ、本当にこううまく乗ってるなっていう。現役さながらですちょっとここで足きてますね、もう。あ、そうなんですか。スピードがちょっと押せなくなって疲れてるってことですか。ちょっと右足がちょっと、ああ、わかんないですね。競技会は1年ぶりですかね。そうですね、まあ、本当に綺麗に1年ぶりぐらいです。ああ、そうですか。ここでもう、ああ、もうどうしようかなって感じですね。ちょっと前に回りすぎましたね。ルッツ。そうですね、ルッツジャンプだったんですけども。トリプルに行きました。さあ見せ場。お客さんも湧いてますね。湧いてますね。手拍子ですね。ここは本当に手拍子に助けられました。辛かったんですけど。あ、ここからこういった拍手で力が湧いてくるんですか。湧いてきますね、本当に。衣装もね、ストーンが光って綺麗ですね。非常に照明に映えますね。日本の織田信成。織田さんは2006年の四大陸選手権の金メダリスト。オリンピックは2010年のバンクーバーで見事7位でした。いや、まあ鈴木さん、はい、4回転ね、入れてくれました。素晴らしかったです、ね、もう加点がたくさんつく。いや、楽しみですね、はい、さあ織田さんご自身に聞いてみましょう。4回転は良かったんですけど ねやっぱアクセルとルッツの転倒がやっぱもったいなかったなっていう。あ、まあ、練習でもやっぱ後半少しやっぱ足に来ていたので、気をつけてはいたんですけども、まあ、そういうところのやっぱ爪が甘いなって思いましたね。っていうのはやっぱり先に頭がいくと終わりの方で、そうでもないんだけど抜けるようなこともあるんですか。そうなんですよね。ちょっとしっかり最後までもっと集中して
やっておくべきだったかなっていう感じは、ただそれだけ4回転をプログラムに入れるということは体力的にも後半に足に来るっていう、それだけ難しいことをやっているんです。この着氷が非常に柔らかくて持ち味です。これジェフリーバトルを抜けるかどうかですよ。次プルシェンコ、あもうどうなんですかね。こけてるんでね、やっぱり点数的にちょっとここの軸が、でも私あの個人的に思いましたね、テレビで、まあ、いろんなバラエティ番組でおしゃべりされてますけど、はい、やっぱりスケート美しいなと素晴らしいと、もうこれだけテレビに出ていて、もう誰もがこう忙しいっていう中で、いやいやいや、これだけのスケートのクオリティを見せてくれたっていうことは、泣いてる場合じゃないですよね。本当にいや本当に僕なんてもそんな、鈴木さんが全日本取った時確か号泣したんでしょ。そうですね、はい、もう鈴木さんより泣いてるという、それだけ心の優しい感受性が豊かなんだ、はい、だからこそのこういった素晴らしい演技なんです。そうですね、もうちょっとできたっていうところなんですか。もうそうですね、もうちょっとできたかもしれないですね。さあしかしメダルは十分ねチャンスがあります。そしてプルシェンコを待ちます。アリエワです。小田さん自身もこうやって自分の演技見るのないんですよね。ほとんどないです。ほとんどないですか。ほとんど貴重なないので、はい、やっぱり嫌ですね。もう反省点ばっかり目に見えちゃうので。85.15 技術点44、演技構成 42.15 減点1。どうですか。まあ9大点でしょう。鈴木さん大変な点でしょこれ。ほらもう現役選手もバトルのずっと上です。いや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 、僕なんかにはもう本当もったいない点数でしたね。そうです。さあいよいよ、さあプルシェンコが登場してきました。このプルシェンコの順位によりまして小田選手の順位も決まってきます。さあ出ます。 86.95 優勝はロシアのエフゲニー・プルシェンコに決定しました。 42.40、 44.55、 プルシェンコ見事な勝利とは言っても小田さんと1点差、惜しかった、惜しかった。日本の小田信成が第2位、3位がカナダバトル、ホンダが6位という結果に終わりました。いや小田さん、ね、少しやっぱミスが響きましたね。でもね、本当にそうしたら勝ててましたね。いや、それでも、多分それだったらプルシェンコさんは4回転やってきてたかもしれないですし、わからないですね、ただ本当試合は。もうファンの方たちは最高に楽しんだと思うんですが、はい、小田さん自身はどうでしたか。はい、もうすっごい楽しかったです。はい、声援も、温かい声援を皆さんくださいましたし、見てる方にご満足いただけたどうかはちょっとやっぱミスがあったのでわからないんですけど、でもすごくエキサイティングな大会になったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。鈴木さんね、出ていただいて解説お願いします。ぜひぜひ。さあそして小田選手見事でした。本当におめでとうございます。そうですね、僕自身少しミスはあったんですけども、プルシェンコ選手をはじめ素晴らしいスケーターの方たちと一緒に、はい、試合をすることができて本当に楽しかったです。そうですね、会場も最高の雰囲気でしたね。そうですね、暖かかったです。また来年ね楽しみにしたいと思います。今日の解説はプロスケーターの鈴木明子さんと小田信成さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。